レーテはアメリカ海軍の SX 急航空母艦。艦名は太平洋戦争でのレーテ沖海戦にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。1948年12月20日撮影朝鮮戦争で、作戦行動中レーテはバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船監督者で、 クラウンポイントクラウンポイントの鑑名で1944年2月21日寄稿される。1945年5月8日にレーテと改名され、1945年8月23日にジェームズ・ M ・ミード夫人によって命名、浸水し1946年4月11日にヘンリー・カイ・マコムジー館長の指揮下収益する。本館は ニューポートニューズ造船所で建造されたエセックス級のうち最後に完成した艦となった。レーテは1946年の秋に戦艦ウィスコンシンと合流、南アメリカの西部海岸地帯を巡航した後11月18日からカリブ海で成長航海を行う。続く3年にわたってレーテは大西洋及びカリブ海での艦隊演習、海軍予備役兵の訓練。 4度の地中海での作戦行動を行った。後者には8月13日のレバノン、ベイルートへの航空時行動が含まれた。レーテは、Z 戦闘機の運用等に対応する SCB-27 階層の対象に選ばれていたが、1950年6月25日に朝鮮戦争が始まったため、急遽現役続行となった。代わりに、 予備役中のレイクシャンプレインが改装された。レイテは1950年8月24日にノーホークに帰還し、2週間の準備の後朝鮮半島で国連軍を支援するため9月6日に極東へ向けて出港第77機動部隊に合流する。レイテは1950年10月8日に佐世保に到着し、戦闘の最終準備を行った。 1950年10月9日から1951年1月19日まで、レーテは関西機と共に海上で92日間を過ごし、北朝鮮軍に対する3933回の出撃を行った。関西機のパイロットは1万戦に及ぶ飛行時間を費やし、敵基地、供給及び輸送路、通信施設への打撃を与えた。レーテは、 オーバーホールのため2月25日にノーホークへ帰還した。カリブ海での訓練演習が8月21日に終了した後、レーテは9月3日に5度目の配備が行われ、第6艦隊に合流するため出港した。12月21日にはノーホークに帰還、ハンプトンローズに向かい、1952年8月29日に再び地中海に向かう。 1952年10月1日に、クバ -32 と、監守変更され、レーテは、モスボール処理のため1953年2月16日に、ボストンに向かう。しかしながら8月8日に最終駅し、同日、CVS-32 へ、再度監守変更される。レーテは、対戦水管作戦支援空母として、転換作業が始められた。 転換作業中の1953年10月16日の15時15分に、カタパルト機械室で爆発事故が発生する。数分のうちに基地及び市内の消防車が到着し、激しい消火作業の後19時57分に沈下する。火災の結果37名が死亡し28名が負傷した。転換作業は1954年1月4日に完了する。例では、 第18空母部隊の機関として、ロードアイランド州クオンセットポイントに向けて、ボストンを出港した。レーテは5年間にわたって同種から、東部海岸沿い及びカリブ海での対戦水艦戦略作戦を指揮した。レーテは、クオンセットポイントを1959年1月に出発し、ニューヨーク海軍造船所で不活性化のためのオーバーホールを受ける。 SX 級の内本艦のように SCB-27 や SCB-125 といった近代化階層を受けず、教習揚陸艦や練習空母といった役割も持たない艦は1960年までに次々と退役していった。レーテは、アベット -10 に艦種変更され、1959年5月15日に退役、フィラデルフィアで予備役艦隊に加わった。 その後1969年6月1日に除籍1970年にスクラップとして売却されるまで同所に軽流保管された。レーテは朝鮮戦争での選考により海軍部大賞及び2つの従軍聖賞を受賞した。この記述にはアメリカ合衆国内でパブリックドメインとなっている記述を含むありがとうございます。